皆さん、こんにちは、こんばんは、デルマロです。今回は、ねずこちゃん狙いで鬼滅の刃のグッズの開封の方をしていきたいと思います。早速ですね、最初に購入してきたグッズの方を紹介していきたいと思います。今回もいろいろと購入してきたので、ぜひ楽しみにしててください。はい。では、まず最初、一つ目がですね、こちらの、名言プレートコレクションの方を購入してきました。そして次が、こちらの、もちコロリの方を購入してきました。これすごいもう開けるのがずっとずっと楽しみだったので、今回開けられることができて、すごい嬉しいです。はい。そして次はですね、こちら、鬼滅の刃の 76mm の缶バッジの方を購入してきました。そしてこちらのトレーディング缶バッジ謎解きバージョンの方も購入してきました。そしてこちらのトレーディングアクリルスタンドチャーム謎解きバージョンの方も購入してきました。こちらはさっき紹介した缶バッジと同じシリーズで同じ絵柄のものになっています。はい、こんな感じで今回はこちらの5つを購入してきたので開封していきたいと思います。ではまず最初にこの大物のもちコロリンから開封していきたいと思います。ラインナップはですね、全6種類で、炭治郎くん、ねずこちゃん、ゼイツくん、いのすけくん、ぎゆうさん、むざん様という感じになっています。では開けていきたいんですけど、もちコロリンってすごい開けるのがうまく開けれないんですよね。大丈夫かな？はい、本当にちょっともう皆様にお見せできないくらいすごいもう残酷な形になってしまったので、ちょっと隠しながら行くんですけど、見ていきたいと思います。行きます。せーの。ほ、お、善逸くんだ。え、めっちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。本当にかわいいの、これ。すんごいかわいいです。全体はこんな感じになってます。ちょっと持ってこよう。はい、前回もちコロリンを開封した時に来てくれたもいちろうくんを持ってきました。え、めちゃくちゃ可愛い。え、でもこれちょっと目の感じが作りが違うのかな。あれ、でも一緒かな。ちょっとなんか違うような感じなんですかね、1と2では。でも一緒な感じかな。ちょっと私の見間違いかもです。ではですね、次はこちらの、鬼滅の刃名言プレートコレクションを開封していきたいと思います。こちらもすごく開封するのが楽しみで、ドラインナップはこんな感じになっています。炭治郎くん、炭治郎くん、ねずこちゃん、善逸くん、善逸くん、いのすけくん、ぎゆうさん、しのぶさんという感じで。これでもねずこちゃんが1種類しかないんですよね。もう8種類なんですけど、あとは、この善逸くん、ちょっと顔が、やばいことになってるんですけど、見ていきたいと思います。もう善逸くんがねずこちゃんを連れてきてくれると信じて、ちょっとハサミあまり見たくない方いるかもしれないので、ちょっとこれは動画外で開封させていただきます。はい、切ることができました。では見ていきます。いきます。せーの。お、炭治郎くんだ。これは2番目の、あ、え、でもこれねずこちゃんいる。いるな、ねずこちゃん。これは多分ちょっと地引きしたことにはね、さすがにならないと思うんですけど、いますね、ねずこちゃん。これなんだろう。ちょっと、セリフ見たいので、一旦開けてみようかなって思います。これ700円でね、そこそこな値段かな。でもこれ、2個ついてて、700円って安いのかな。ちょっとわかんないんですけど。え、なんかすごいこれ。なんかこれがホテルのキーみたいですよね。ピントがなかなか合わない。でも、俺たちは一緒に来ます。離れ離れにはなりません。ああ、あの時ですね。はい、このねずこちゃんと炭治郎くん。もうめちゃくちゃいいじゃないですか。いいじゃないですか。すごいこのシーンいいですよね。やっぱり名言プレートってだけあって、名言ですね、これは。ではですね、次は、こちらの、鬼滅の刃、
76mm 缶バッジの方を開封していきたいと思います。ちょっとこれ私ラインナップがわからない状態で買ったんですけど、なんて言うんだろう。後でホームページを見て調べてみたら、炭治郎くん、ねずこちゃん、炭治郎くん&ねずこちゃん、善逸くん、いのすけくん、義勇さん、しのぶさんという感じだったと思います。多分どこかに今画像が貼ってあると思うんですけど、まあそんな感じのラインナップになっています。誰だろう。しのぶさんもいるとのことなので、しのぶさんも来てくれたらすごく嬉しいです。はい、やっと開けることができたので、見ていきたいと思います。いきます。ねずこちゃん、来い。いきます。せーの。善逸くん。やばいやばいやばい。めっちゃ慌ててるよ。善逸くんが来てくれました。今日は善逸くんデーだな。逃げてる感じですね。さすがにねずこちゃんの方ではなかった感じですね。めちゃくちゃ可愛い。75mm なので、すごい普通の缶バッジより大きくて、善逸くんもすごい可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いです。これちょっともっと買っておけばよかったかもしれない。これしかもスリーブに入らない大きいので。はい、入れました。ちょっと今度は大きすぎたかもしれないんですけど。はい、次はですね、こちらのトレーディング缶バッジ謎解きバージョンを開けていきたいと思います。こちらもラインナップ、多分載せれてたら多分どこかに載せてると思うんですけど、確か、炭治郎くん、ねずこちゃん、善逸くん、いのすけくん、しのぶさん、義勇さん、無惨様っていう感じだったと思います。ではね、見ていきたいと思います。いきます。せーの。はい。え、炭治郎くん。今交互に来てますね、善逸くんと炭治郎くん。え、すごい。はい、炭治郎くんが来てくれました。謎解きっていうことで、なんかテーマが、なんて言うんだろう。旅行みたいな感じだったんですよね。だからすごいもう、おしゃれしてもうめちゃくちゃかっこいいし可愛いじゃないですか。では最後に、こちらのアクリルスタンドチャームを開封していきたいと思います。ねずこちゃん来てくれるかな?はい。ではね、見ていきたいと思います。ドキドキする。最後の一人、いきます。ねずこちゃん来い。せーの。せーの。お、無惨様。はい、無惨様が来てくれました。かっこいいんですよね、無惨様もまた。スタンドもね、無惨様風になってて、すごくかっこいいし。このね、ムスッとした感じが、すごいもうかっこいいですよね。もう可愛いって言っていいのかわからない感じで。はい、最後は無惨様が来てくれました。はい、今回の開封結果はこんな感じで以上になります。持ちコロリンが善逸くん、プレートが炭治郎くん、缶バッジが、善逸くんで、謎解き缶バッジが炭治郎くんで、謎解きアクリルスタンドが無惨様という感じでした。私、鬼滅は基本的に女の子をね、推してるんですけど、今回もね、女の子0人という、改めて物欲って恐ろしいなと実感しました。はい、それではこんな感じで、今回の動画は以上にしたいと思います。本日も最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンなどをぜひぜひお待ちしています。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。